18世紀の非戦闘従軍者、第31ペンシルベニア不評連隊の兵士と、非戦闘従軍者として帯同してきた妻、及び3人の子。1862年の写真非戦闘従軍者、または、キャンプフォロワーは、軍隊に帯同する文民。大きく分けて、兵士の妻や子供らの家族が軍隊と共に移動する場合と、非正規の軍事従事者として軍営に出入りする場合がある。 後者については、軍隊が自力で調達を行わない物資の販売、調理、選択、売春などを担っていた。歴史上、組織的な戦争が始まってから19世紀に至るまで、ヨーロッパやアメリカの軍隊は、非戦闘従軍者に大きく依存していた。非戦闘従軍者は、食料の供給、提供や物資の輸送などを行い、正規の軍隊の構造を支えていた。 滅場車体などを組んで帯同する非戦闘従軍者は、時には軍隊の兵数をも上回り、逆に兵隊の問題を悪化させる場合もあった。非戦闘従軍者の存在は、軍隊にとって有益である一方で、兵隊や防護面での課題を増やす欠点もあった。兵士の妻たちは選択、裁縫、看護などを行い、時には召使いのように振る舞うこともあった。 しかしこうした非戦闘従軍者についても食料や衣服、移動手段を与え敵から守る必要があった。戦闘後や抗軍中には非戦闘従軍者は死体すなどりもいった。19世紀半ば以降、正規軍の中で組織的な物資輸送や食料補給、看護などを行う部門が現れ、非戦闘従軍者はほとんどのヨーロッパの軍隊から姿を消した。 しかしそれ以外の世界の大部分では20世紀に入っても多くの国の軍隊において歴史的事情や正規組織の欠如などから非戦闘員が帯同する光景が見られた。例えば1910年から1920年のメキシコ革命ではソルダデラスと呼ばれる女性たちがザパティスタ、ビリスタ、合衆国軍のいずれの陣営にも参加しており、 兵器の輸送などの伝統的な非戦闘従軍者の仕事をこなしたほか、戦闘に直接参加することもあった。アメリカ合衆国の軍事史上、特に独立戦争において、非戦闘従軍者は、軍隊内の業務や、物資輸送で重要な役割を果たした。また南北戦争でも、両陣営で非戦闘従軍者が活動していた。しかし独立戦争時と異なり、南北戦争時には祭祀など、 兵士の家族としての非戦闘従軍者はかなり少なくなっていた。野戦病院や限定的な支援業務には女性もいたものの、その役割はかつての戦争と明らかに異なっていた。現代においても2001年に始まったアフガン戦争や2003年に始まったイラク戦争などでの戦闘地域では広範囲にわたり民間人の業者が平坦補給で活躍している。 ジャーナリストや歴史家たちの中には、こうした現象を歴史上のキャンプフォロワーになぞらえている。1939年にベルトルトブレヒトが発表した戯曲、キモッタマオフ母とその子供たちは、30年戦争期の非戦闘従軍者の家族を題材にしている。ありがとうございます。